NASA の 457M ホールスラスタホールスラスタとは、イオンに対しては、外部陰局が作る、軸方向の電場勾配が主に働く一方、電子に対しては、ホール効果による閉じ込め効果が効く程度の磁場をかけて、推進剤の電離を促進する、電気推進機。ホールは、ホール効果を発見した19世紀の科学者、エドウィンホールに由来。ホールスラスタは、リニア型と、 シース型の2タイプに大きく分けられる。リニア型は、旧ソ連が実際に、多くの人工衛星に搭載した。イオンエンジンが、チャイルド・ラングミューア速により、水力密度を著しく制限されるのに対して、ホールスラスタには、制限がなく、大電力化が容易である。肥水力は千数百秒から高くとも三千秒程度に、限られる。エネルギー効率は50%以上と高い。 主な推進剤は、キセノン、クリプトンである。大きい水力電力比が特徴で、イオンエンジン、MPD アークジェットの20から 30MN、キロワットに対して50 mn、50MN、キロワットを誇る。ただし、DC アークジェットの100メートル N、キロワットには及ばない。エソテは2003年に打ち上げられた月探査機スマートマイナス1に、ホールスラスタが使われた。米国では、 エアロジェットロケット第二社が、イフ軍事通信衛星用に、XR-5 ホールスラスタを供給しており、同社はさらに 12kW クラスの XR-12 と 20kW クラスの XR-20 も開発中である。ロシアでは、ファケル実験設計局が、ロシア製宇宙機や欧州製宇宙機用に、SPT-140D ホールスラスタを供給しており、 同設計局はさらに 25kW クラスの SPT-230 も販売している。ありがとうございます。